小金井市は武蔵野の面影が残る緑豊かな公園が多く、東京の名脇水に選定されたスポットもある緑と水に恵まれた町だ。俺は6月の上旬にここ東小金井に降り立っていた。この町はよく歩くが、まだ知らない店もたくさんあるな。そういや腹が減ったな。どこかいいお店はあるかな。ん？なんだここは。一平そば。おお、なかなか人が入っている。ここにしよう。お、もう届いたぞ。めちゃくちゃうまそうだ。油そばはシンプルな具材で揃えられており、チャーハンも紅生姜がいい。じゃあいただきます。いや、お腹が空いた。麺にはすでにタレが絡んでいるが、下からぐるっとかき混ぜよう。とりあえず水を飲む。もうそろそろいいかな。よし、ふうふうして。猫舌には、お、食べた。うまい。うますぎる。なんなんだこれは。中太ストレートの麺がタリに絡んでてうますぎる。メンマもうまい。ここ多摩地区である武蔵野市は油そばの発祥としても有名らしい。よし、ここら辺で味変をするか。まずは醤油とラー油も、あとはお酢だな。お酢も。続いてはなんだ、ごまだ。ごま、ごまは体にいいから僕は食べるようにしている。油そばにごま欠かせないね。そして紅生姜。やはり中華料理といったら紅生姜だ。かけすぎも良くないからこの辺にしとこう。そして最後はこれはなんだ。お、ニンニクだ。ニンニクも一杯。イケメンの男子やモテモテの男子、陽キャラの男子たちはニンニクなどを入れたら女子から惹かれてしまうが、この陰キャラの私第一カーニバルは女性と会う機会がないため、ドバドバとニンニクを入れてしまう。よし、これらの調味料をすべて混ぜて最強の油そばをふうふうしていただいた。どうだ、これはどうだ。いや、うますぎる、うますぎる。先ほどでも十分うまいが、アクセントを入れることによりさらにレベルがアップしている。ここら辺でメンマもパクリ、メンマもパクリ。あ、メンマにも味が染み込んでいてとてもうまい。これだけでビール7杯はいける。お、マヨネーズを忘れていた。このマヨラーとして有名な第一カニバル。お、開かない、なんだこれは。開かないぞ、大丈夫か。お、開いた、大丈夫だった。お、これで、お、マヨネーズもささっと丁寧にかける。これぞ、紳士飯。紳士、紳士カーニバル。そして全てをまたかき混ぜ、ぐるぐるし、ぐるぐるし、ぐるぐる。あまりお行儀は良くない。そしていつ食べるとか、もうすぐか。意外とまだ、その意外と、お、おっと、がっつりいった。おお、豪快だ。豪快すぎる。お、どうだ。あー、うまい。うますぎるんだ。お、次チャーシューパクリ。どうだチャーシューは。お、うまい。チャーシューも柔らかくホロホロだ。ここら辺でチャーハンもパクリ。うまい。うますぎる。味付けも具材もシンプルなので味が濃い油そばと中和されてとてもよく合う。ダメだ、これは止まらない。
誰か助けてくれ。パクリパクリ、うますぎる。うまい。ダメだ。うまい。おっと、ここで何？お、水を持った。え、どうすんの？う、うわー、飲んだ。水を飲んだ。水を飲む。うまい。水もうまい。こういううまい店は水もうまいのか。どんどん食べる。どんどん食べていく。おっと、ここで、お、また再度紅生姜くんの登場だ。チャーハンにも紅生姜、とてもよく合う。お、3杯も入れる。入れるね。食べ盛りだね。あとは、お、なんだ、まだ入れんのか。なんだこいつは。なんだなんだなんだ。お、これはラー油、ラー油の進化系みたいなやつだ。普通に置いてあるラー油との違いはよくわからないが、なんかうまそうだからとりあえずかける。ここ一平そばさんの横には法政大学の小金井キャンパスがあり、よく学生でにぎわっているらしい。本日は昼の2時ぐらいに来店したのだが、この日もおそらく部活帰りである法政大学の学生さんたちがたくさんいてがっついていた。上からのアングル、チャーハンと油そば。もう話すことはないので、とりあえず食べるだけのシーンを。おっと、ここで店員さんが映ってしまった。すまない。ここ一平そばさんの店員は全員優しく、とても居心地が良い。そろそろラストスパートだ。久しぶりにこんな多くてこんなうまいものを食べたから、なんか学生時代に戻った気分だったな。いやー、食った。口をティッシュで拭いて、あ、なんかおじさんみたいになってきたな。よし、水を最後流し込み、あー、うまかった。ごちそうさま。いやー、こんなうまい油そばとチャーハンがあったとは。うまかった。また来るよ。コロコロコロ、井の頭ふうコロコロコロ、井の頭